皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は番外編といたしまして、高橋貴子の非常識な出版記念パーティー in 横浜レポート2019年4月22日。物語は2016年の満月の日から始まったということについてお伝えしたいと思います。長いタイトルだな。はい。先日ですね、出版記念パーティーを終えました。私のこちらの本ですね、2作目のもっと稼げる自宅教室の、集客制約バイブル、この、本の出版を記念しまして行ったパーティーでございます。前作はこちらになりますね。はい、この2冊のうちの1冊、こちらの方の本の、記念パーティーということになっております。で、実はですね、まあこれから話していくのは、いろいろとそのパーティーそのもののところもそうなんですけど、裏話をね、いろいろとお伝えしていくんですけれども、4月22日に出版記念パーティーをしてます。ただこれっていうのはイコールですね、2016年の4月22日ですね。この日に私が株式会社を創立しまして、その創立3周年記念の日でもあるんですね。まあ要はそこを知ってたから、そこにパーティーを入れ込んだっていう、そういう意味になるんですけれども、株式会社のリブラクリエーションっていう、私の会社の社名なんですけれども、こちらを作ったのが3年前の2016年なんですね。今年2019年なので。で、まあロゴの方はですね、ちょっとどんな感じっていうのが今ここでちょっとお見せできないんであれなんですけれども、こうリブラクリエーションの L と C っていう、月と リバティ、自由と、そこにちょっと星がピョンってついてるっていう、そういうロゴなんで、月と星を両方とも持っている、そういった、ロゴになってまして、でこちらの方はですね、ラグジュアリーな雰囲気を演出し、上品さ、清潔さ、つながり、信頼性、輝きが感じられるようにということで、デザイナーさんがロゴを作ってくださったんですね。なので私の会社のミッションというのは、女性を輝かせることになりますので、しかも、まあ、非常識っていう言葉を使っているように、常識を飛んで自由に活動して輝く人たちを作りたいっていうことを持ってやっているので、まあ、そういうロゴを作ったんですね。で、その月と星はクリエーション、創造性とかっていう意味合いもありますよね。神秘的なっていう意味もありますし、星は輝くだし、月は、そういうこう、なんでしょうかね、精神性のものだったりとか、芸術性が高いものを、イメージするものが非常に多いと思うんですね。なので非常に、まあ私も気に入ってるロゴなんですけれども、でその、22日にしたっていうのも理由があってですね、まあ、会社が建てるっていうのを決めた後に、じゃあ何日を創立記念日にしたいかなっていうのを思った時にですね、ちょうどその年は満月が4月22だったんですね。だから願いが満ちる日っていう意味で、あ、じゃあその日にしようと思ったのが一つですね。2つの、まあ、事業体を当時運営していて、まあ、その両輪っていう意味もあって、22っていう、22というものがねあったりとかしていましたので、それがいいなと思ったのが理由と、あと4月の4っていうのが、数字はアイデアを形にする、要は土台の数字なんですね。4っていうのはこの四角って4つじゃないですか。だから土台基礎を作る着実な数字っていうのが4っていう意味にはあったりとか、あと22っていうのが、まあ、数比の方で言うと、まあ、スターナンバーっていう数になっていて、心に描いた夢を実現することができる、させる夢、数字なんですね。だから、まあそのものの本によって書いてある内容とかが違うんですけれども、不可能はほとんどなく、分析力と大胆な行動力、さらに直感かっこ霊感を使いながら何でもこなせてしまう数字っていうのが22なんですね。だから基礎を着実にやりながらも不可能はほとんどがない、マスターナンバー22、大胆な、行動力と、あと分析力、要は、冷静な部分と情熱の部分と両方有している数字かなって私は勝手に思っていて、だから4月22に決めようと思ったのが4月22。もともとだから会社の創立記念日がそういう非常にこう自分の中では深い意図を持った日だったので、そこに出版記念パーティーを当てようと
決めました。なので執筆をしていない状態、5月にこの本の執筆契約を出版社さんと結んだ時に、いつぐらいに本って出せる感じになりますかっていうと、3月終わりから4月頭ですかねって出版社の方が言ったんです。であれば私パーティー4月22日に開きますって言って、本はまだない状態ですよ。でそこに向けて逆算して、私は執筆いつまでに終わればいいですかっていうところから始まったのが、今回の、出版記念パーティーの日付だから、日付自体はですね、もう1年前に決まってたんです。だから私の近しい人、親しい人は来年の4月の22日開けといてくださいって言って、出版記念パーティーのあれをね、開けてもらってたんですよ。だからそういうこう深い日が、地元、私の地元は横浜になりますのでね、で横浜の22日っていうことが確定しました。でそれ自体は確定しても詰めていきますよね、内容とか。まあ大体詰め始めるのが、11月とかそれぐらいから詰め始めるんですけど、執筆も結構ね山場に来ているようなところで、どういう感じの回にしていったらいいのかなっていうのを考えた時にですね、私のそのセミナーっていうか、イベントとか全部そうなんですけど、ハロウィンも全部そうなんですけど、パーティーはもちろんするんですけど、ただ単に集まってよかったねっていうんじゃなくて、ビジネスセミナーもパーティーみたいだし、パーティーもセミナーみたいなんですけど、要は集った人が何かを感じてくれて、明日への行動を実行できる何か一個を持ち帰って、それをやったことによって業績が伸びるとか、それがまたうまくいって、でまたみんなで集ってさらに成長した姿で会えるみたいな、なんかそういうストーリーをもともと作りたいと思ってて、必ず何かをね実行してもらうっていうことを一応お約束にしているんですよね。だから非常にですね、来ていただく方とかもパワフルなんですけれども、その何かを見て頑張るっていう時に実行しないと無理なんですね。だから必ず一つでいいから実行してくださいっていうのをお願いしてるっていうことは、今回のセミナーに何を盛り込もうかな、今回のイベント面白いものに何を盛り込んだらみんな喜んでくれるかなっていう、まずイベント企画から考えるので、私イベンターみたいな感じに、ね、なるわけなんですけれども、まずセミナーの方に関しては、大概その時にぴったり決まるわけじゃなくて、年明けぐらいに話そうっていうことを決めたのかな。この本を作る裏話ですね、こんなことがあったよねとかっていう話を出版社の方と語る対談、私タカゴの部屋って言ってるんですけどね、こうソファーがあってそこにゲストの方いらしていただいて、で質問とかを司会の方からしていただいて、どんなところが苦労したところですかとか、何が良かったですか、そういう質問をねして、これはやっぱみんな裏話なんで聞きたいだろうとか思って、それで用意している対談コーナーですね。で次がちょっと私の独演帳ですね、欲しい人生を手に入れるためのパートナーシップの築き方っていうことでですね、家族とか夫婦関係とかいろいろあるんですけど、事業上ですね、いろんなシーンでそういった問題が出てくる場合もありますし、あとはうまくいくための方法っていうのも当然あって、でそれをちょっと私昨年からそこの年末に向かってですね、経験して気づいたこととかあったりとか、生徒さんにお答えして、状況が変わった方とかもいらっしゃったので、テーマはやっぱそれにしようかなと思ったのが、今回のテーマだったんですね。でそれに伴い、そのある、理論、アゲマン理論っていうのがあるんですけれども、そちらの方のインストラクターの方とカウンセリング、コンサルティングをしていただいて、私のその状況とかそれを紐解いていくっていうことをした上で、その問題と自分が勝手に思っていった問題なんですけどね、それをクリアしていくっていうような、そういうものをテーマにして、セミナーを行いました。そうですね、結構こちらが私喋るじゃないですか。で私参加者さんの顔を見ながら喋るタイプなんですよね。あまり緊張はしないので、で見てると、泣いてる方とかもいらっしゃる、多分ご自身の環境と状況に合わせていろいろ
考えているんじゃないのかなと思うんですけど、私が行うセミナーは、まあ、ハロウィンとかはハロウィンにあった、その時に皆さんにとって必要なテーマを選ぶんですけど、今回も、多分これが皆さん今の皆さんにとって必要なテーマじゃないかなと思って選んで、話をさせていただいて、パーティー終わった後とか、まあ、メッセージも含めてですけど、勇気づけられたっていうことを、まあ、コメントでいただいたりとかしては喋ってよかったなっていうふうに思ったりしました。でその、まあ、理論に救われたっていうかメソッドがありましてですね、それがアゲマン理論っていうところで、まあ、代表が中村明さんっていう方と上級インストラクターの高橋正臣さんで、私のカウンセリングの担当は高橋正臣さんだったんですけれども、私はですね、ビジネスは上手に回せる自信もあるし、実際に上手に回してきたつもりなんです。もちろん若かりし頃はですね、とんがってましたから、会社の中では結構異質な存在だったと思うんですけれども、その中でこういろいろと揉まれていますし、コミュニケーションの取り方っていうのは非常にうまくできていて、でそれをまあ上手にはねできてるんですけれどもね、やはり自分のね家とかになると、そのあたりは難しいケースとかもあったりするんですね。で私のコンサル生さんもそうなんですけど、自分のことは自分で見えないんですよ。だから私はコンサルタントですけど、自分を自分で分析するのは、引いた目で見るのはなかなか難しくてですね、特に家族状態、家族のね関係とかそういうのを見ていくっていうのは非常に難しい。でそれでどうしても向き合わなくてはいけない課題とかっていうのがあって、まあ、結果それは克服はしてるんですけどね、こちらでは詳しいことは割愛しますけれども、克服はしているんですが、その葛藤っていうのはやはりいろいろな考えとかいろいろなものがあったりして、それをまあお話をしていただきながら紐解いていってクリアしていったっていう、そういう経験をねお話ししたんです。でその高橋正臣さんって方が私のたまたまインストラクターの方で、質問をねよくされました。高穂さんは本当はどうしたいんですかと、私がいつもクライアントさんにしてる質問じゃんとか思いながら、勝手に苦笑いとかですねしながら、いろいろと自分の中で、ああそういうふうに行動していくべきなんだっていうのが分かって、全てが好転したんですね。そのあらゆる、そこで、何個か停滞していた仕事じゃない領域の、プライベートの領域での、まあ、母親との関係だったり、いろいろな親戚というか、向こうの実家のねお母さんとお父さんとの関係だったりとか、いろいろなものがね全てクリアになったんです。だからやはり向き合わないといけない時期が来たりすることもあるんだなっていうのを思いながらですね、実感したことを、まあ、パネルディスカッション形式で質問などしながらですねお話をさせていただきました。起業している女性が、まあ、旦那さんないしは家族とですね、どういうパートナーシップを取っていくのが一番みんなが幸せになれるかっていう、まあ、そういう観点からパネルディスカッションさせていただいて、非常に参考になった、ためになったっていう言葉を会場の方からですねいろいろいただいて、やってよかったなっていう、ね、そういうふうに思った内容でした。なので私のセミナーっていうのは、何でしょうね、もちろんノウハウはお伝えします。だけれどもノウハウを実行するのは人間なので、人の心の部分ですね、これがやはり停滞してしまうとそれ以上先には進んでいかないんですよね。なので私はコンサルタントでノウハウは教えます。だけれども同時にマインドを整えることもやっていくっていうのをやってる、ちょっと珍しいタイプのコンサルタントなんですけども、その2つを両輪にはやってます。ただこちらのマインドの部分が深すぎて重すぎて、その本人にとって抱えきれなかったりとか、まあ、家の事情とかですね、それも含めて、そうなると私がコンサルのその時間レベルで向かい合うには足りない
ようなケースとか当然ありますよね。そうするとやはりプロにお任せした方がいいよねっていうところで、今回ご紹介したのが、中村明さんのところの、アゲマン理論と、あとは、高橋正臣さんの、そういった方がいらっしゃるよっていうことを皆さんに伝えてあげて、仕事をうまく回すっていう部分ももちろん、人生をうまく好きなように欲しいものを手に入れて活動していく場合の、プライベートの部分をきちんと、クリアしていくっていうのが今後企業女性には必要なんじゃないかなっていうふうに考えたので、今回お呼びしてお話をしてもらうことにしました。皆さんとてもね、満足されていたようで、早速私こんなことしてみますとか、次々に会場内でもコメントいただきましたし、メールとかメッセージとかにもすごいいろいろとね、いただいて、あ、話してよかったなっていうふうに思ったのが、まず前半の部分でした。そして、ちょっと余談にはなりますけど、今回のね、会場横浜です。私の本拠地になりますので、横浜らしいところがいいなと思いました。横浜らしいっていうことは、地方から私のクライアントさんの場合来るケースが多いので、今回大阪関西の方が多かったんですけれども、港町ですからね。私港町、あ、余談ですけど、港町すごい好きです。横浜当然好きです。関西の方だと神戸、あと長崎、そして、北海道の方だと函館、もちろん札幌の藻岩山の夜景とかも好きですけど、函館やっぱ好きですね。なので今回、ちょうど出版記念セミナーで動くのは横浜と、大阪、豊橋、函館って大きなのはその4つですけれども、間に神戸も入ってきてます。名古屋とかも岐阜とかも入ってくるんですけれども、宮崎か、九州宮崎とかも入ってきてます。港町が好きなんです。港町はね、やっぱ夜景が綺麗ですね。その海とそこにチラ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 してるコントラスト。どこの夜景が一番好きかと言われて非常に難しいのですが、こじんまりをしていて綺麗にラインがパッと見える、やっぱり函館が好きかな。私はこういうふうにね、見える函館の海と陸の境界線ですね。横浜はもちろん好きですよ。みなとみらいの方を見るランドマークタワーがあって、クイーンズスクエアがあってっていう、こういういわゆる観光はがきのような写真になっているあの夜景のレイアウトは私はとても好きですね。なんで、夜じゃないんですけど、今回のパーティーは昼だったんですけれども、横浜らしさっつったらやっぱり港だろう、海の近く、ベイブリッジ見えたらいいよねって言うと、もうね、会場限定されてきちゃうんですよ。で、私のパーティーとかは、皆さん会場もね、楽しみにされる方も多いですし、そういう光が入る天井が高い会場が基本好きなんですよ。だから今回の会場を選ぶのに何個見たかな、下見までは行ってないんです。ネットで探した時に200から500見てますかね、都内も合わせてだったんで。で、その中で、あ、ここにしようかなと思ったんで、一番最初に下見行ってその場で決めたっていうのが今回の横浜の会場でした。非常に広い、120人くらいは収容できる会場で、50人くらいだったんで、ゆったり余裕だったと思うんですけれども、すごい景色も良くて、ベイブリッジも見える状態で、海が見えるっていう、そういったシーサイドリゾートって私は言いましたけれどもね、そういう環境を整えるのも、プロデューサー、総合プロデューサーである私の役目なんで、忙しいんですよ。セミナー講師であり、出版記念をしてみんなに祝われる立場の人でもあり、皆さんをお出迎えするホスト、ホステスでもあり、当然楽しんでもらうっていうことですからね。だからイベンターでもあります。どういう企画にしようかなっていうことで、とにかくみんながワクワクして喜んでもらうのは何があったらいいだろう。もうギリギリまで考えて、最後の最後まで、こういうアイテムはどうか、こういうアイテムはどうだっていう、私の周りにいる人に、これ作れないとかって急にね、思いついて、思いつくって言ってもわがままとかじゃなくて、あったらきっとみんな喜ぶよね、思いついたらもうそれを全部取り入れてってっていうふうに作っていくのが私のパーティーなので、実際に皆さんにもね、非常に喜んでいただいて、で、やらせていただいた。会場はそんな感じでしたね。そして、イベント、必ず私何か面白いイベントとか1個用意します。今回の場合には、3ヶ月でサックスを吹くという、サックス
演奏チャレンジですね。1月の11日から習い始めて、4月の22、まあ3ヶ月1週間ですかね、になるんですけれども、これをチャレンジしようと決めました。まあ、ある意味無謀なんですよ。結果としてはもちろん大成功でしたし、3ヶ月で4曲仕上げて、アンプして吹いてます。楽譜見てません。だから、まあそういうこうパフォーマンスでね、吹かせていただきました。まあ、どういう感じの演奏だったのかっていうのは動画の方に見ていただければわかると思うんですけれども、当然その絵というのをイメージしてますので、衣装とかもいろいろ考えました。今回のテーマは海のところっていうこともあって、シーサイドで、あと誰かがですね、乙姫様みたいな格好どうですかとか言うんですよ。だから最初ネットで調べたら、乙姫様っていうとなんかこういうやつのなんかね、アニメキャラっぽいような、なんかハロウィンで来そうな感じの乙姫様が出てきてですね、ちょっとこれ私なーとか思って、で見てたらワドレスみたいな領域で探すことができて、青で、あ、これいいかもねとか思って、だから乙姫様風だから日本女性、日本髪みたいな、私のウィッグにしては珍しく、ほぼ黒、真っ黒に近い黒ですね。それのロングをつけて、で、まあ、その衣装を着て、で、サックス吹いてるんですね。はい。かっこよくないですか？ 自分で言うのもなんですけど。なので、サックスのそのフォルムが好きで、まあ、その絵が映えるようなね、衣装を当然着ていて、途中で衣装チェンジをして、青剤ですかね。これもまあかっこよかったんですけど、青剤を着て後半はそれを吹いて、だからサックスの演奏の間にお色直しです。2曲の間奏の中でですね、はい、そんなこともチャレンジしてみました。で、まあサックス、まあサックスの単体話しても30分ぐらい話せるぐらいの内容の、こういろいろなストーリーとドラマがあるんですけれども、サックスをチャレンジするっていうふうに決めた時に、皆さんに伝えたいものと見せたいものがありました、私の中で。それは何だったかというと、いくつになってもチャレンジすることはできるっていうことですね。まあ、私、今年50になりますけれども、何歳とかでも全然関係ないんですよ、新しいことをやるのに。大人の楽器覚えるっていうのは悪くないですね。はい。ワクワクしました。最初ね、体験会に行った時にいきなり音が普通に出たもんで、私の場合はですよ、音を出すのが大変だって噂は聞いてました。肺活量が多かったセミナー講師をやっているから、息の量が多いから多分出やすかったんだと思うんですけど、あ、じゃあ私案外吹けんのかなみたいな感じで、楽器買っちゃってやり始めたっていうのがきっかけなんですけど、そもそもそれを助けてくれたのが、私の起業家仲間で、神戸の方にいる岡田剛さんっていう、ドラムをね、やられている方がいらっしゃるんですけれども、彼に相談した時にですね、3ヶ月でサックスっていける、3ヶ月で楽器っていけるかなっていうのをやったら、まあ他の人どうかわかんないですけど、タカ子さんいけるんじゃないですかって言われたのもきっかけだったんですけど、いけるんだったらねって言って、出版記念パーティーが4月22にあるの、そこで私サックス吹きたいと思ってんだけどどうかなって言って、そしたら、あ、それはいけるんじゃないですかっていう話でね。そう、あ、サックスを吹きたいって言ったんじゃなくて、楽器を演奏して皆さんをお出迎えしようかなって言ったんです、確か。そしたら、じゃあサックスがいいんじゃないかっていうふうに言われて、それでサックスをやることにしたっていうのがきっかけです。とはいえですね、まあそんなに簡単ではないですよ、やっぱり。いろいろと紆余曲折というか、音が出なくなった時期とかもあったし、運指といって、指をこううまく上手に回していくっていうのは、そういう訓練を当然しなくてはいけないので、少ない時間の中で最大限の効果を出すためにっていうことで、その曲を仕上げるために一番必要なことを先生に、サックスの先生にですね、教えてくださいっていうのをお願いして、トライした3ヶ月だったんですね。なので、まあ1曲目はまず仕上げて、次2曲目行って、3曲やってって言って、その時点で
1ヶ月半前だったかな。で、4曲目仕上げが、まあ1ヶ月、さらにも残ってたぐらいで4曲目仕上げて。で、今度はそれをどれだけうまく綺麗にちゃんと回せるかっていうのと、指がですね。それとあとアンプですね。アンプが仕上がったのが1週間前です。はい。なんで、30分とか時間を見てはうちの裏に川があるんですけど、そこの川に行って練習をしたりとかですね。あと家では大きい音出ちゃうんでできなかったんで、カラオケ屋さん借りてカラオケで練習したりとかですね、いろいろやってやって、まあ、3ヶ月チャレンジしました。皆さんにはね、すごい驚いたって言って、まあ要は3ヶ月、特に吹奏楽の人とかは多分わかると思うんですけど、3ヶ月でどの程度になるかっていうのはおよそわかるはずなので、そうするとまあ私がね、その舞台に出てピーとかプーとかなっちゃう可能性も見てたんだと思うんですけれども、ちゃんと曲になってるって驚いた、想像以上で驚いたとか皆さんに口々おっしゃってて、まあ感動していただいてよかったなと思ったんですね。で、一つ誤算だったのがですね、会場は広い会場で、下見をした時に曲吹いてるんです。で、その時にはすっごい通ったんですよ、音が。あー気持ちいいな、吹いてて、ってわーんって響いて、天井高くって。そしたらですね、当日は50人入るとですね、人間は音を吸収する、服が吸収するのかな、音吸っちゃうんですよね多分ね。それで、まあ、マイクとかっていうのがちょっとそういうライブをやるためのライブハウスではないので、まあ喋るマイクとその、サックスに向けるマイク、同じなマイクなので上下こうやりながらですけど、その曲の中でね、また喋りながら戻してとかって、曲の中っていうか合間合間で MC 司会を入れながら喋ってる時にまた下にやってとか、うっかりね忘れちゃったりとかしてやってて、音が思ったより響かなかったんですよ。それで結構必死に吹いたんですね。普段息使ってる量の多分 1.3 倍ぐらいで本番吹いたんです。だから結構ね、真っ赤な顔してね、汗だくになってやってたのが逆に感動を呼んだようです。生徒さんとかに割となんかクールな先生みたいに思われてるらしいんですけど、サックスの時にね、まあ会場がそうだった、生徒、まあ思いもちろん伝えたいからっていうのもあったんですけどね、それで一生懸命こう吹いてるっていうのがすごい逆に感動されて、まあ結果往来で良かったかなっていうふうに思ったんですけどね。なんでチャレンジっていうことがまず1個です。で、あともう1個は時間がないとかこれがないとかっていう言い訳をしないっていうことを無言の圧力で伝えようかしらみたいな感じですね。要はこれをやりたいんだけど時間がないしとかね、そういう言い訳をなくそうっていうことで、やらせていただきました。ないけど時間を作る、だけどどうしたらじゃあそれをできるかっていう、逆に仕事の段取りの方をすごく早めようっていうことで、さらに仕事を早くするやり方を考えましたね。その時練習時間作りたかったから、だから段取りの組み直しとかもいろいろ含めてですね、いろいろやってました。なので、まあ、結果お仕事もね、また一段とスキルアップにつながり、良かったなって思うのと、あとですね、なんだろうな、そのサックスの、まあそれをやったことによって、何でしょう、音楽仲間っていうか、なんかそういう人が増えたっていうのも嬉しかったし、何でしょう、右脳をやっぱ使う感覚があるので、普段ビジネスは左脳になりますから、右脳を使うっていうのは非常に、まあ写真を撮るのも右脳なんですけれども、これからの事業家っていうか起業家は右脳と左脳両方ともやっぱりバランスよく使っていく方がいいんじゃないかなって個人的に思ってて、今ねちょっと有名になってる近郊の西野さんとかもビジネスもめっちゃやりますけれども、芸術もやりますよね。絵本を描いたりとか美術館作ったりとかっていうのをやってたりするので、なんかそういう感じがこれからの事業活動の一つの感じになるから、音楽をやったことがない社長さんが音楽をやるっていうのはまた違う目線が見えるようになるのでいいんじゃないのかなって思いましたね。
で、あと会場自体もですね、非常にいい気が流れていて、私の生徒さんとかも全国から皆さん集まってくださったので、まあ、同窓会みたいなにぎやかなね、ワイワイっていう感じもありましたし、非常にこう皆さん明るい元気な人たちですね。だからその座の空気を作るっていうのも私の役割というかミッションで、そこに集った人がその人たちの気とオーラが混ざり合って、さらに上昇気流でこう上がっていけるみたいな、そんなものを組織として作りたいなっていう、コミュニティとして作りたいなって昔から思っていて、まあそちらのコンサルやらしめてから4年目になるんですけれども、だん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 そういう仲間が全国に集まってきて、非常に嬉しいな、みんなももちろん喜んでました。その中に入れる自分が誇らしいっていうふうに言ってもらえて、私もとても嬉しかったですね。教室の先生とかっていうのは一人でやってると孤独だっていうのを、一番私が最初にパン教室をやる前にですね、回っていた授業部長で回ってた時のパンの先生が言ってて、一人だから孤独だからっていう形で、いろいろ相談したいのに誰に相談していいかわからない、高橋さんがそういうの相談してくれる相手のね、コンサルの人だったらよかったのにって言われたのが、私コンサルタントになるきっかけだったので、私がもしそういうふうになって皆さんをちゃんとやれるようになったら、その組織を作ろうと思ったんです。その組織っていうのは依存しない、甘えない、自立してるけれども、みんなで前に向かっていこうっていう、当たり前のように助け合いができる、だから強制ではなく自発的にっていう、そういうものを作れたらいいなと思ってて、だんだんその形が今できてきてるっていうのをすごく嬉しく思ったし、皆さんの笑顔の写真を見た時に、私ここまで組織作れたんだなと思って非常に嬉しかったっていうのが、まあ、今回の、パーティーでした。だからもちろん私自身はお祝いもされてます、皆さんに。で、皆さんからそういった激励とね、勇気とかもいただきながら、当然私もそれを還元していく立場になるので、エネルギーはやっぱり循環になりますからね。与えるしもらう、もらうし与える、どちらか一方っていうのはやっぱり良くないなっていうふうに思いますね。だからまあ、でもどっちかっていうと、まあ私が渡す方が多い方がなんかバランスが取れるような気がしています。出す、放出する方がね、その方が皆さんの笑顔がね、増える、幸せになる感覚があるかなと思うんで、放出するためにはですね、自分の中が整ってないと無理で、あと体力もないと無理です。だって皆さんが吸い取ろうとする空気が持ってそこに参加されてるのに負けちゃいけないんですよ。だから内から出る強さを持たなくてはいけないので、体力はもちろんなんですけれども、精神力ですね、そのあたりも、まあ、さらに、整えていくっていう形でやってって、もっといろんなね、楽しいことを提供していけるといいかなっていうふうに思ってて、パーティーとかっていうのは、もちろん私は主催するんですけれども、箱の中に入る人間が入って完結するものだと思ってるので、完結するっていうのは、要は当日まで何があるか分かんないっていうことです。皆さんでその座の空気を作っていくっていうことになるので、まあそれが面白いものでもあり、想定外のもの、いい意味でですね、想定外のものが出来上がっていく磁場空間づくりっていうものができていくかなと思ったんで、今回の横浜、それはそれで最高だったなっていうふうに思っています。まだ続きます。大阪は大阪だし、豊橋は豊橋で、それぞれの空間はそれぞれの空間、集まる人によって座の空気が変わりますので、きっとまた大阪は大阪の出会いがあって、素敵な空間ができていくんじゃないかなっていうふうに思いますし、大阪でもね、サックスはもちろん演奏するんですけれども、横浜から3週間あります。ということは、また私は進化を遂げる予定なので、そちらの方もまたウォッチして、楽しみに見ていただければと思います。私のパーティー、セミナーは私が作るんじゃなくて、みんなで作っていくもので、そこには、いいなって思って元気になったって言ったら、戻って自分のホームグラウンドに戻った時に何かを一個実践するとか、何かを頑張ってみるとか、そのきっかけにするための場所
っていう感覚でいつも考えてますので、ぜひ集われる方、ないしはもう集った方でね、何か感じるものがあったのであれば、一個でもいいから実践していただけると嬉しいなっていうふうに思っていて、でそれをお伝えするのが、取り次ぎは横浜の、パーティーのレポートということになりますので、また続きですね、大阪もレポートしていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。それでは。